どうもおはようございます。サムライティングでございます。はい、本日ははいどどん久喜市に来ております。おお、天気がいい。天気がいい、自然が豊かです。ここは埼玉県久喜市の運動公園かな、総合体育館、総合体育館の、はい、に来てるんですけれども、なんと本日はですね、サムライティング我々こちらでですね、JC さんとね、はい、集いがあるんですけれども、ワンコうどん大会というのを開催されるということで、我々サムライクルー終わりましたでですね、そのワンコうどん大会において私マック鈴木がサムライティングを代表して、大会の MC をさせていただくことになりましてですね、できるんですか。わからないですけど、いつものノリで勢いだけで振り切ろうと思ってでですね、なんとそのワンコうどん大会の一番最後になるんですかね。最後ですね。なんと我々サムライクルー、ワンコうどん大会出ます実はなんか敵に大食い YouTuber もいるらしいんですけど。大食い YouTuber がいる、どういうことですか。ちょっと待ってください、話変わってきますよ。だってこれはあくまで JC さんの大会ですよね。そうです、そうです。それに敵がいるんですか。一応敵がいる。そして YouTuber、 あなた知ってるんですか。もちろん。言ってください、誰ですか。何を隠そう、正義のゾウさんパクパクチーム。なんだぞこの野郎。これはこれはじゃあガチバトルってことですか。ガチバトルになると思うんですけど、一応でもレギュレーション的には、はい、鈴木さんとゾウさんは5分です。5分しかないマジの大会と一緒のやつですね、はい、ワンコそばのやつと、はい、いて一般の参加される方もいるんですけど、それはもう10分になります、はい、10分。そこが多分チームになるみたいなんですよね。ほうほうほう。さすがに5分の半じゃ勝てないだろうということで、はい、まあ、2対1、3対1なり、はいはい、そういった形でということは、じゃあこちらの我々サムライティングとしては、大会のワンコうどん大会を盛り上げつつ、鳥として一人できるもん、チーム対決と、そのおばあさん意気込み聞かせてください。実は僕一応レギュレーション的には食べるとこ入ってないんですよね。あれ、お仕事の関係上もしかしたら出られないかもってことなんで。なるほどなるほど。じゃあ最悪僕一人ってパターンがある。ありますあります。ある。ケンスケもいるんで。あ、ケンスケは出れる。いますいます。あ、小川さんだけちょっと別なのね。あ、でも僕の中では出ようと思ってます。僕もびっくりしてるんですけど、はい、1見たら結構規模感すごいんですよね、うん、ちょっとね、想像してたやつよりやばい、でかいです。だからちょっと単に真面目に仕事しなきゃいけないなっていう部分、サムライティングと受けたら。なるほどなるほどなるほど。じゃあその辺は、じゃあこの後の動画を見ていただければ、はい、ね、チーム3人でやるのか、僕と2人でやって動画をこうやって横して僕から見てるのか分かりませんが、いずれにしても我々サムライティング対ゾウさんパクパクチーム、1人できるもんチームが戦うことは確定しているので、ここはもう全力でいきましょうよ。いきましょう。じゃあちょっとせっかくなんだよな、小川さんからのケンスケの方にも意気込み聞いてください。お願いします。あ、わかりました。じゃあチームですか。ゾウさんパクパク一人でできるもんチームに対する意気込みを言ってね。もう前回の戸川で寮で確実に勝ってたんですけど、勝敗的に引き分けだったじゃないですか。はい、そうですね。やっぱ納得いかないんで、今日はもう完膚なきまでに勝ちましょう、はい、おおおお。いや、そうだよ、倒すといいあれですよ、大会盛り上げましょう。はい、盛り上げて、気持ちよくして、勝って、気持ちよく帰りましょう。お、いいねですね。今回ね、ワンコうどんもあるんですけど、大事なこと言うの忘れてたの。はい。子供食堂さんって言って、今回、そのスタッフさんがボランティアで集まって、お食事を超低価格で提供されてるんですよ。そこでお腹いっぱいにならないように頑張ります。いや、それでは、町のインサートから行きましょうか。子ども食堂のね、その活動というか、この久喜市の今ね、集まりの中の一つのジャンルとしてあったんだけど、もう最近すごい本当そういうの興味があって何かこう、まあ社会貢献なんて偉そうなあれじゃないけど、なんか自分なりになんかできることはどんどんやっていきたいなっていうのを思ってたから、ちょっと後でね、このサムライイーティングをご覧の皆様は僕と一緒にお勉強しましょう。子ども食堂のせっかくこういういい機会なんで、多分この輪がこういろいろいい方向につながっていけば、より良い住みやすい国になるんじゃないかなと、世界に。
がとうございます。3人ってことは1個ずつってこと？いや1個です。はい、1つ1個。はい、じゃあお買い上げ。いや、すいません、超空気読めない。1枚しかない。1枚なので1個だね。1個これも受け付けてるから、あのよかったら。あ、わかりました。はい、もう小銭全部入れます。小銭かっこいい。あ、小銭もう次はみんなこれ入れるっていう。はい、こちらがぬくもり子ども食堂さんですね。ハヤシライス、特産ハヤシライスで募金もやってますよということでございます。 YouTube 用してよ、ちゃんと。はい、もちろんです。いいですか、みんなメンバー映してやってよ。本当ですか、ありがとうございます。はい、ヒカキンだっけ。じゃねえな。ブンブン、ハロー YouTube っつって。どうもヒカキンです。町の子飯屋さん、はい、インスタ映えする幸之助タコライス。すごい、おいしそう。これを持って映さなきゃダメですよ、写真。すごい、お花も食べられますか、ね、すごい。じゃあ1個お願いします。ありがとうございます。1つお買い上げです。はい、はい、はい、じゃあこちらですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうです、はい、そうです。うもうこれ、ありがとうございます。続いて、こんにちは、キッチンコスモスさんですね。こちら何を出してるんですか。蝶焼きの牧場の牛乳、あのお肉です。1個もらっていいですか。お願いします。1個もあります。全部回るんで、ここ和の会子ども食堂さん、こんにちは。こんにちは。1つお願いします、お母さん。1つ。はい、じゃあ、ま、4人。じゃあここね、全部回ってるんですよ、僕ら。全部買おうっつって。これ全部食べた後にワンコうどんの大会出るんで。おいしそうですよね。YouTube のサムライディングです。僕マックス続けていって、あの大食いやってる人なんですよ。あ、そうなんですか。本当ですか。あれだ、桂の食卓さん、はい、お願いします。桂んちさん、所沢にある、はい、おー、なるほど。じゃあ1個増量で。はい、分かりました、増量。あれ嬉しい、増量します。ありがとうございます。こちらはあやめ笑顔食堂さんですね。温玉牛丼300円、安いですね。安い、さってにありますね、あやめ笑顔食堂さん。はい、次はこちら、ペンギン子ども食堂さん。餃子ですね、餃子。あ、すいません、1つお願いします。ありがとうございます。すごい、なんか乗ってる。これおまんじゅうなんですよ。あ、これあれ、風が語りかけるやつ。そうそうそう。おー、出た。うますぎるやつ。じゃあ大食いなんで結構いってもらってこ。あ、ありがとうございます。はい、かき揚げ何いかがですか。あ、すいません、1つお願いします。はい、1つ、はい、はい、はい、わ、すごい、天ぷらじゃないですか、かき揚げ。300円ちょうだい。はい、300円、はい。じゃあ、みんなの家、久喜市にありますみんなの家さんですね。500円でお返し。はい、ありがとうございます。結構ね、やっぱ安いのにボリュームあって、結構皆さん元気だからいいですよね、こういう活動。はい、じゃあ子ども食堂、早速実食していきましょう。ということですね、これはですね、はい、和の会子ども食堂さんが提供されているカラフル鮮やかタコライス。はい、はい、あとお花も食べれると。いただきます。お、アボカドとか入ってますね、このタコミートの外側に。いただきます。うまい、うまい、うまい。あの優しい味付けですね。うん、あのスパイシーな感じじゃないから、多分お子さんもガツガツ食べれる感じ。うん、はい、続いて小川さんがいただくのは、召し上がるのは、キッチンコスモス子ども食堂さんの絶品三元豚の生姜焼き丼と。これも優勝ですよ。いただきます。これはもう仕立てなんです。うまそう。めちゃくちゃ美味しいです。うわ、どんな味なのそれ。でも多分お子さん食べることも考えられてると思うんですけど、うん、かなり優しい味だと思います。へー。でも多分すりおろしのリンゴとか入ってるんですかね、すごくフルーティーで。あ、いいね。リンゴはめちゃくちゃ柔らかいです。はい、続いて僕がいただくのは何ですか。はい、子ども食堂みんなの家さん、両天エビとキスのかき揚げ丼。はい、うまそう。キスって魚ですか。キス、そうだね、こんな感じです。結構ボリューミーですよ。いただきます。おいしい。あのエビもキスもね、そんなに魚得意の臭みとかもそんなにない。エビもそこまでね主張してるわけじゃなくて、どっちかっていうとこの人参の甘みが生きてる感じ。タレの甘さと相まっておいしいです。まあ本当に味付けとかをかなり優しめにしてる。多分塩分も控えめだと思うし、うん、これ子供好きだわ。はい、続いて小川さんが、召し上がるのは、町のご飯屋さんの、コウノスタコライス。
でございます。ところですよ、2個目なんですけど、僕でも一番もうすでに驚いてるのがトマトの色がすごいんですよ。ほんとだ、フレッシュだね。フレッシュなトマト、フルーツトマトみたいなやつから、トマトからいっちゃってもいいですか。いっちゃって、もういっちゃってください。もう美味しい。物がいいってことなんだね。物がいいですね、 そもそもの。ねこれ、はい、一言で言うと、はい、小学校に戻った気分です。どういうこと？なんか味付けの優しさが小学校の給食に似てて、へえ、あ、ちょっと懐かしい感じ。懐かしい。あ、いいな、それ食いてえな。全く辛くなくて、はい。あやめ笑顔食堂さん、あやめ笑顔食堂さんの、特製玉ねぎたっぷりの温玉牛丼。きたこれ。言うても僕牛丼ももうね、あれですよ、数えきれないほどいただいてるんで、皆様にうふぅ肉まされてましたけど、すごいですよこれ。これ安すぎじゃない？ちょっとこんだけお肉入って、ちょっとまずお肉からいただきます。結構ごついですよ。あのね、ちょっとあのお弁当に入ってる系の牛丼系わかる？ちょっとすき焼きっぽい甘い感じの。あれですよね。でこれね、僕ね、あーすごいなと思ったのが、これあれなんで細かいかって、多分これお子様があの食べきれるようにだと思う。一口で中に食べきれないじゃん普通の牛丼だと。優しさも詰まってる。そしてめちゃくちゃ美味しい。優しい。これあれだね、あの自分の子供にも食べさせたいわ。うん、これ絶対食べれる。優しい味付けだし美味しいです。はい、続いては、子ども食堂ぬくもりさんの特製ハヤシライスゆで卵ウインナー付きでございます。うまそうだな。いただきます。いただきます。いっちゃってください。すごく優しくて、でもほぼ多分飲み物。ハッシュド系みたいな方とあのトマト系の方と分かれるじゃん。ハッシュド系です。ああそっちだね、うん、じゃいわゆる王道な。王道です、スパイシーな感じはない？ないです。うー、何でも食べやすい感じかなと思います。続きましてはペンギン子ども食堂さんからペンギンカレーです。かなり具材を細かくされてますね。であの肉がパラッパラなんで、かなり煮込まれてる感が強い感じ。いただきます。おお、いい香り。ああ、ちょっと甘めで、ちょっとね、海苔がね、あのキャンプの時のカレーに近い。なるほどね。うまっ、うまい。あっ、10いけます。10いけるかな。じゃあせっかくなんで、あの風に語りかけてもらいましょうか。僕実は初めて食べるんですよね、こちら。カレーにこの十万石まんじゅうが一緒についてくるという。どっかでは食べてません。こんな感じです。埼玉メーカーですからね。こんな感じ。うん、結構優しい甘さなんだね。で皮もそんなにへばりつかないから食べやすい。食べやすいね。はい、こちらが、カツラの食卓、カツランチさんかな、デミグラスハンバーグ丼でございます。これはもう優勝のやつ間違いないですね。そうですね。もういっちゃいましょうか、ハンバーグから。はい、かくなんで。はい、デミグラスハンバーグ。うわー、ぎゅうぎゅうやん。もういただきます。肉ぎゅうぎゅうに詰まったよ。あ、もうもうめちゃくちゃ柔らかい。柔らかいんだ。柔らかいです。へえ。なんか結構肉肉しいからゴリゴリしてるのかと思ったけど、めちゃくちゃ柔らかいですね。でちゃんと野菜の食感残ってて美味しいです。シャキして。え、野菜の食感残ってるの？柔らかいの？柔らかいです。すごいね。ご飯、うん、ありがとうございます。いつもが作ってきました。ありがとうございます。来てくれると思って。シー取りすぎっつって。ありがとうございます。おお、ありがとうございます。お願いします。一つください。はい、ありがとうございます。うまそう。こちらはつくしの家さんですね。ありがとうございます。カゾです。カゾ。カゾ。はい。あったかい。あったかい。できたて。ありがとうございます。生もの一つお願いします。光明寺さん、お寺食堂さん、ちょっと変わった感じの。ありがとうございます。あった、ありがとうございます。
一個。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ、亀うさキッチンさん。亀うさキッチンさん、こちら茎ですね。ありがとうございます。美味しくいただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい。じゃあ、食べましょう。はい、こちらは、すくすく広場さんの麻婆丼。おー、麻婆丼。いただきます。これ、ちなみにですね、はい、豆腐も手作りみたいです。豆腐手作り？マジか。いただきたいと思います。でかい。なんかね、豆腐が意外とゴツゴツしてる。で、なんかね、肉肉しい感じ、豆腐が。水分飛んでますもんね、多分見た感じ。うん、でもね、味付けはすごくこう優しい感じ。ほんのり甘い感じ。お出汁もちょうどよく効いてて。これはね、肉肉しい豆腐だけど、お子様でも全然食べられる。そしてうまい。こちらはすくすく広場さんの三色そぼろ丼です。はい、美味しそうですね。これを3色にして4色になっちゃった。これあれだ、この甘めな卵とちょっと味がちゃんとしっかりついた鶏そぼろを一緒に食べた時にスプーン止まらなくなるやつだ。うまい。続きましては、キッチンさん、はい、はい、鶏の照り焼き丼。おお、ありがとうございます。これまたかなりボリューミーな感じですね。すごい、お肉の下にこれはキャベツかな。キャベツか。お、うん、いただきたいと思います。あ、結構ね、鶏肉これね、ヘルシーな部位かもしれない。タンパク質がかなり入ってそうな部位で、硬いかなと思うじゃん。歯ごたえはあるけどちゃんとほぐれるし、やっぱりそのね、子ども食堂さんだからお子様の口のサイズに合わせてる。全部ちっちゃいカットだってことですもんね。うん、食べやすいですね、これは。フードファイターの皆様。はい、フードファイターの皆様。僕どこですか。ここが、あれ、ここ、はい、真ん中。じゃあカウント5から始めますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、じゃあ両サイドの方からスタートじゃあ行きます。フードファイト開始まで残り5秒。5、スタートです。まず5分両サイドは食べます。まず5分両サイドの方が食べます。箸使ってない、箸使ってないぞ。あっち、お前大丈夫か、箸使って。なんか負けてるぞ雰囲気。あっちの方がかっこいいし、なんかお前なんか佐々木健介みたいな顔してんじゃないかよ。なんか全部負けてるけど大丈夫か。ほらなんかイケメンだし早いしさ、何も勝てねえじゃないかよ。せめてそばでは勝ちたい。こっから結構な壁あるからな、顔面の。どけー、エスケ。ポイントは止まらないことだ。箸置くなよ。でもなんか雰囲気的にはちょっとこっちが多いっぽいっすね、気持ちね。そうですね、若干右側のこっち、こっちからとカウント、こうして黒い帽子をかけた方の方が、これ現状で分かっているのは、相当早いっす。今2分経過です。2分経過、2分経過、もう2分早っ。これね、結構ね、ものによってはうどんがこれ器にからついてるんですよ。だから結構飲み込みづらいと思う。今言い訳しました、大丈夫ですか。言い訳なんかしてないよ。ちょっと言い、てか言い訳ぐらいさせてくれよ。こっからあって全部顔面変化しかないから負けてんだからさ、そんぐらいいじゃねえかよ。え、何、聞こえない聞こえない。1分に1回言ってください。お願いします。ありがとうございます。今ただいま3分経過です。
皆様の応援がめちゃくちゃメンタルに響くんで、ぜひ応援お願いします。あと15秒でマコさんが食べ始めますので、ぜひ10カウント10カウントお願いします。10カウントあ、これちょっと、ちょっといただきます。エールも含めて、はい、こんな暑い中の最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。皆様のね、ご声援があってみんなこう記録出せたんじゃないかと思います。でちょっとだけ記録のことに言うと、これね、僕結構こぼれてるんですよ。この杯数をプラマイしたら僕と多分ね、ゾウさん変わらないです。下手したらゾウさんは食べてるってぐらい彼すごいんですよ。なので彼の動画もよくチェックしてください。そしてですね、何よりこう大食い早食いも安全面を、ちゃんと最大限のベースに置けば楽しいことなんだよっていうのをお見せできたかなと思いますので、ぜひこれからも大食い早食い会よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。はい、というわけでイベントも無事我々の出番は終了ということで、どうだったんでしょうかね。見てる方にはどういう風に映ったのか分かんないですけれど、まあ、やってる方はすごく面白かったですね。面白かったです。なので結局僕はやっぱ裏方になったということででしたね。はい、でもあれでバランスがちょうどよかったですね。バランスがちょうどよかったですね。ただ本当にお客様、応援してくださる方々が皆様温かい方たちばっかりで、すごいなんかこう元気もらっちゃいました。今後もサムライティングをよろしくね。そうちょっとね、今回ご紹介させていただいたこの子ども食堂なんですけども、フードもちょっとね、これから侍ちょこずつあるんですけども、僕らなりに発信できるやり方で発信していきたいなと思いますので、その辺も含めてこれからの侍ティングぜひお楽しみくださいませ。という感じの本日はここ
埼玉県久喜市で行われている JC さんの埼玉ブロック大会からでした。またね。ゾウさんパクパクさんの YouTube も見てね。